スタンダードジェネラライズドマークアップランゲージは、マニュアルなどの文書のためのマークアップ言語である。SGML と XML の対応については、ジェームズ・クラークによる、コンパリソン・オブ・ SGML&XML というタイトルの1997年12月15日に、議論のためにまとめられたノートがあり、それによれば、SGML と XML の関係は、 スーパーセットともサブセットとも結論付けられてはいない。XML1.0 のアペンディックス C では、ノンノーマティブとして、XML は SGML のサブセットとなるべく設計され、すべての XML 文書は同時に、SGML にもカンフォーミングでもあるべきと書かれており、前述のノートを参照せよとされている。国際標準は IS、ISO 8879-1986 であり、対応する JIS として四 i s x 4 1 5 1 1 9 9 2が存在する。オックスフォード英語辞典の電子版を記述するのに SGML が利用された。1980年代、軍艦や軍用機などの再現のない高度化はマニュアルの再現のない膨張という結果をもたらした。改良が加えられた時などにもマニュアルを書き直す作業が発生して、 業務の負担となっていた。このことからマニュアルを電子化して容易に書き換えられるようにし、印刷用紙を大幅に削減することでメンテナンスの簡素化を図るための技術が必要とされた。ただし、軍艦や軍用機などは数十年という長期間の保有が必要になるため、長期間にわたりデータが利用可能とならなければならない。電子文書は特定の企業のワープロソフトを用いると、 そのソフトのバージョンが上がったり、最悪の場合そのソフトを開発している会社が開発を中止したり、倒産したりしてソフトウェアがなくなった場合は今まで作成したデータが読めなくなるという問題が発生してしまう。そこでプレーンテキストのみを用いてタグを使うことによってデータに意味を持たせることが考えられた。なお実際にはデータ形式の仕様が明確で、 かつ自由に公開されていれば、そのエディタがプロプライエタリだろうがバイナリだろうが全く何も問題はない。ただし以上は正確には SGML が軍関係に採用された経緯である。1979年、IBM でプロジェクトマネージャーをしていたチャールズ・ゴールド・ファーブは、エドワード・モッシャー及びレーモンド・ローリーらと共に GML を発表し、それは DCF の名で商業化された。 この成功でゴールドファーブは有名になり IBM を退職して GML の後継言語である SGML を開発することになったのである ISO の SGML 規約は1986年の出版後2ヶ月も経たないうちにベストセラーとなった SGML は ISO から正式に承認される以前からすでにアメリカ国防総省や EC の公式出版事務局など 数々の公的機関で使用され始めていた。ゴールドファーブの古巣の IBM 社でも導入され、同社の文書システムに大変革を起こした。ヨーロッパでもセルンなど広く採用され、例えばフランスを例に挙げるとエアバス社、スネクマ及びフランス軍などで採用されることになった。日本においては公生省への新薬申請のデータ形式として SGML が採用された。 それに伴い製薬会社やその関連企業においても導入された。他にも特許庁などでも導入された。航空機産業、防衛産業、自動車産業においても海外との共同開発や部品供給時の情報交換やマニュアル、報告書の電子化などに利用されることとなった。ドクタイプメモパブリック、サズキコープ、DTD メモ、JP メモ、フロムキムラ。 ツートミタ様。デート2001年10月1日。サブジェクト役員会議。パラ役員会議の場所は会議室 B に変更になりました。メモ。SGML 文書を人間が読めるようにレイアウトして表示することは SGML パーサという名のプログラムが行う。つまり、公文解析及びレイアウトを行うプログラムである。SGML パーサの最も初期の市販品としては、 ブリュッセルのソブマップ社のもの及び、シカゴのダタロジックスデータロジックス社のものがあった。SGML は機能が満載されていたことにより、そのままでは全てを実装することは困難であった。また、タグの構造が原因で、パーサのアルゴリズムが比較的複雑になることも難点だった。そこで後に SGML を簡略化及び改良した形の XML が開発され、 普及していくことになった。SGML 文書は、XML 文書へと順次、変換、移行されることになった。SGML はこれら2つのマークアップ言語の源流であり、現在のインターネット利用者は皆 SGML の恩恵に良くしているのである。しばしば SGML の優越性として、プレーンテキストであることなどが主張されているが、 例えば、バイナリーエディタが存在しない世界である、等という仮定があれば、そのような優越性も正しいものと思われる。HTML でのスタイルの記述は CSS による。http://www.datalogic.com s スラッシュ中。SGML パーサは、SGML 文書の文法が、規則に適合しているか検証する機能も持っており、そうした、 機能のためにだけ使われることもある。視点 h t t p w w w a s n h i n e t o r j p s d 5 o a 有志度 ,rechtml401j, s g m l i n t r o h t m l h 1 9 1コンパリソン i s of sgml and xml. ありがとうございます。